カミラはアレレーブナワリエワはロシアのフィギュアスケート選手。2019年ジュニアグランプリファイナル優勝。2020年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。2018、2019、2009年にスケートを始める。2012年に両親の転職でモスクワに移り。2014、15シーズンよりマリーナ、クドリャフツェワをコーチにする。2015、 16シーズンより、スタニスラフ・コバリョフをコーチにする。2017年ロシアノービス選手権年賞で優勝。2018、19シーズンより、エテリトトベリーゼをコーチにする。2019年ロシアノービス選手権年賞で優勝する。2019、2020シーズンからジュニアに上がり、ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦。シーズン初戦となったクールシュベルバイでは、 ショートではトリプルルッツを点灯し62.31点の3位発進。翌日のフリーでは4回点灯ループを決め138.40点と大きく挽回し総合得点200.71点で優勝を果たした。ありがとうございます。